ーすげー、おーおーおー、ナイス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 、え、イカリ守るじゃん、すげー、育てるってなんかいいですね、気持ちいいですね。皆さんこんにちは、斉藤佑樹です。本日はよろしくお願いします。パワフルプロ野球栄冠ナインクロスロード遊んでいきたいと思います。e ベースボールパワフルプロ野球の栄冠ナインがスマートフォンでも遊べるということでやっていきたいんですけれども、はじめに栄冠ナインについておさらいしていきたいと思います。栄冠ナインは高校野球部の監督となってチームを育成しながら名門野球部を目指すモード。練習の指示や試合の采配を行ってチームを全国大会優勝まで導こう。こちらの動画は第2弾の動画になります。前回の2時3時のマイモツさんに教えてもらいながらパワプロの新アプリパワプロ栄冠クロスをやってきたんですけれども、前回は3年生が引退し新チームが発足するところまでやってきました。そちらの様子はマイモツさんのチャンネルに上がっておりますのでぜひご覧ください。もうとにかく強いチームを作りたいです。特に、僕はまあピッチャーだったんですけど、バッターをなんか強くできたらなと思っています。はい、やっぱり自分が、選んだ、作ったキャラクターミスミ君はちゃんと、成長、してほしいなと思っています。はい、まあ、やっぱりこうこのゲームの楽しさ面白さを、皆さんにちゃんと、お伝えできるように僕もちょっと必死で、プレイしていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。斉藤監督がプレーするのは9月から翌年7月までの10ヶ月間、監督としてチームを育て上げ見事全国大会出場なるか。うわ、来ました。オーダー確認、チーム編成します。あ、ミスミちゃんと入ってますね。どうしようかな。試合開始。お、ちょっと強いんじゃないですか、うちの方が。お、優勢です。お、いい感じいい感じ。果たして斉藤監督はどんな采配を見せるのか。プレイします。右の川添、さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは池本。ああ、面白い。いきなりセーフティーバントは絶対ないから、引っ張ります。はい、あ、アンダースローじゃん相手。わお、あ、フォアボールじゃないこれ。よしよしよし、あ、盗塁、これいける、14もある。おお、セーフ、ナイスナイス。また盗塁14になってる。で、3としちゃう。で、3としちゃいます。アウトだ。あ、そりゃそうですよね、そりゃそうだか。お、フォアボール、ナイス。ワンアウトランナー一塁なので、まあまあ、じゃあ流し打ちで。おお、おお、ナイス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 。素晴らしい素晴らしい。お、点入った、やった。リードを守れ。右の青はマウンドに上がります。あ、1回の裏国分寺攻撃に入ります。青はなんかメラメラしてますよ。で、やっぱり低め中心、素晴らしい。ナックルカーブすごいな。高めボール球打った。あ、打たれた。ヒット中継。よしよしよし。おお、おお、で、おい、ちょ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 。最終回、1点差で負けている栄冠高校、逆転なるか。まあ、センター返しですよね。フォアボールでもいいよ。おいおー、ナイスナイスナイス。ああ、そうそう、素晴らしい。わ、リリーフできた。竹原、これ魔物、ちょっとこれ前回ちょっと言ってたやつですね。これはここで使うべきでしょう。でもこれセオリーだったら普通に送りバントだと思うんだよな。送りバントでいいのか。
で、エラーしてくれる。おお、すげえ。あ、でもアウトだったよ。なんでなんで。すごい。これちょっと強心臓、おお、これミスミじゃないですか。強心臓の、じゃあここで、ああどうしようかな。でもスクイズだとちょっとこれは怖いんで、流し打ち。頑張れ頑張れ頑張れ。おい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 。素晴らしい。ミスミ、さすが強心臓。おいよいよ、おおしよ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 し、いよいよ、ナイスナイス。おお、点入った、やった。おやった、イエー、初勝利。嬉しい。なんかすごい嬉しいですね。夏の大会からミスミ君が成長してくれたんで、なんかこう弱小校から徐々にね、こう成長していくっていう段階においても育てるってなんかいいですね。気持ちいいですね。試合のない日は日々監督として選手たちを育成。高校生ということもあり、進路相談を受けることも。占い師、パン屋さん、本屋、どれを進めればいいんだろう。本屋さん。監督と選手の信頼関係がチームの強化につながる。あ、そっか、ドラフト会議があるんだ。まああんまり強くないからあんまり関係ないかもしれないんですけど。あ、今日ドラフトの日です。いや、うち絶対いないでしょう、弱いんだから。でも一応見てみましょう。開催します、以上になります。そうです。この辺はもしかしたらいるかもしれないですね。この辺は。ですよね。そしてチームを強化するためこんなイベントも存在。新入生スカウト、新入生スカウトします。スカウトしに行く。はい、お願いします。やっぱり関東にしようかな。あー、なるほど。あ、結構いますね。あ、いい選手いるじゃん。あ、全国大会出場の選手がいる。あ、ピッチャー欲しいかも。あ、ピッチャー欲しい。あ、ピッチャー、ピッチャー欲しい。あれあれあれ、よくなかった。あらららら、このゲームやってると決断力がついてきそうですね。3月といえば、あ、卒業式だ。手塩にかけて育て上げた選手たちの旅立ち。3年生はそれぞれの人生を歩んでいく。占い師だ。占い師2人見ましたよ。占い師すごいな。3人目いる。朝倉も占い師。占い師3人輩出するのすごいですね。別れがあれば新たな出会いも。ちょっと新学期に入ったのでダイヤがいっぱいあるから、これはスカウトしちゃいましょう。パワーダイヤを使うことで優秀な選手やマネージャーを獲得できる特待生スカウトを実行できる。おお、なんか色が変わったぞ。おお、来た。選手か、次は。おお、え、碇守るじゃん。すげー、え、碇守るじゃないですか。やった、すごいっすね。黄金ルーキーいるってことですよね。そうです。すごくないですか。これで戦力アップしたから勝てるでしょう。碇守るという最強の新入生をゲットし、日々チームの成長を図る斉藤監督。勝てるんじゃない、これ。抑えろ、頑張れ頑張れ頑張れ。おお、全国大会出場を目指し
順調にチームを育て上げた。練習機材にいただきます。あ、三角君が。ちょっと三角何してんのよ。見た目やんちゃにしちゃったからな。そしていよいよ全国大会へ向けた戦いが始まる。でこの、大会ですけど、決勝に進めるべくもちろん頑張るんですけど、3回戦4回戦ぐらいまで勝ち進められたらいいかなと思っています。で碇守る選手がいるので碇守る選手を中心に頑張っていきたいんですけど、三角選手をねやっぱこう最初にこう作った手前、使いたいんですけど、ちょっとさっきいたずらしてたんで、そこだけはちょっと考えつつ、でもやっぱり監督としてのやっぱ思いもあるので、その辺もちょっと考えつつ戦っていきたいと思います。頑張ります。お、チーム編成しましょう。これは大事なチーム編成だから、ちょっとミスミ、ちょっと誰がいるんだここに。ミスミが、まあいいでしょう、ミスミ入れましょう。試合開始。お、あ、でも劣勢か。あー、発動コンボなし。日の出北高校、これは勝ちたい。夏の全国大会をかけた大事な初戦、果たして勝つことはできるのか。なんだこれ、ちょっと押してみよう。わ、セーフティバントなんかいいですね。セーフティバント行こう、頑張れ。ナイス、お、いい、いいとこ、いいとこ。アウトか。まあそんな簡単にはいかない。よし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 、いけ。あー、惜しい。やりますか。お、碇守る、ちょっとお願いしますよ。低め中心、低め中心でダブルプレー。あー、打った。ノーアウト、わー、ノーアウト。これバントしてきそうだ。でも、3番バッターか、不調。あー、どうなんだろう。ちょっとバント警戒。うわー、何、あーあー、チャンス。ここはなんとか追いつきたい。ラッキーボーイ。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。ラッキーボーイ、ちょっと欲張っちゃおうかな。ヒットエンドランで。え、やってる。あ、やってるわ。0対3と斉藤監督率いる栄冠高校の劣勢が続く中、勝負は運命の9回へ。果たして逆転なるか。試合ひっくり返したい。これ的場、お祭り男。どうしよう、センター返しかな。おお、惜しい。いや、センター返し、センター、そう、あ、よしよしよし、ああ。これでワンアウト、ランナーはありません。竹本熱血。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。センター返しでランナー出て回って。よしよしよし。あら、これはちょっとピンチだぞ。ちょっとお任せやったことないから、お任せやろうかな。これ悔しいですね。最初は弱小校だけど、そこからゆっくり成長していく、楽しみというのも、すごく感じられたなと思います。ここで動画は終わるんですけど、僕自身は、ここからまたさらにこう進めていって、いずれ全国大会に出られるように頑張りたいなと思っています。皆さんもぜひ楽しんでみてください。それではありがとうございました。
い、カット。カットです。ありがとうございました。このゲームを引き継ぐのは無理なんですよね。いやちょっと悔しいですね。コナミ